全国のキヨファンの皆様、はい、そうなんです、キヨさんです。私ね、キヨさんに今ね、ブースにお伺いしました。はい、ちょっと皆さん見てくださいよ。やっぱりね、キヨさんといえばね、これね、意外とね、知らない方も多いんで一度説明しておきますが、もともとキヨさんね、こういったね、飛びに向けられた腰袋からされているメーカーさんなんですよ。はい、ナイロンです。まあラインナップはね、袋だけではなくて、下見てこのようなね、サックもそうね、電工さんに向けた袋であったり、こういうね、腰袋ですよ。そして大工さん用のもありますよ。はい、こういうね、腰袋から、まあ、このようなね、安全帯ね、ラインヤードであったり、またね、このハーネス、こういうことをね、されているメーカーさんですが、皆さんどうですかね、このね、やっぱりね、ハーネスでキヨさんの名前をね、知ったという方は職人さんたち多いと思うんですが、はい、そこでね、メーカーさんにも早速登場していただこうと思います。はい、はじめまして、共振インフォメーションと申します。今日はよろしくお願いします。はじめまして、株式会社キヨの藤田と申します。よろしくお願いいたします。はい、藤田さんということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ロングセラーのわけ、プロを支える強さとは。こちらも見て、プロも納得、6つのすごい、プロに愛され40年。藤田さん、はい、このまあ、プロに愛され40年、一口に40年って言いますけど、これはすごい長い歴史ですよ。はい、ろいろなね、サックであったり、こういう腰袋がね、登場してくる中で、ズバリキヨさんの強みとは何でしょう。そうですね、はい、弊社の一番の強みは、職人さんのお声であったり、応援とかをかなりいただいている部分だと思います。なるほど、はい、要はよりリアルな、はい、現場からの声ということですよね。そうですね、そういう声一つ一つが、はい、やはりこのキヨさんを支えている、はい、つまりキヨさんの強みだと。そうですね、はいはい、あの弊社の製品ですと、あのバッグ、例えばこれ出すと1枚、はい、あのアンケートはがきをちょっと入れさせていただいていて。そうなんですよ、はい、この時代にですよ。はい、そうなんです。あの藤田さん、はい、それだけじゃないですもんね。もうすべてに応じてですもんね。そうです、すべて、これ皆さん見て、すべてね、すべて入ってるんです、こういうね、アンケート用紙が。でもそういう律儀な方、この時代にたくさんいらっしゃる。たくさんいらっしゃる。だいたい年間で360枚ぐらい、はい、そんなに、はい、アンケートハガキ入れさせていただいて、だいたい累計20年ぐらい経つんですけど、1万枚ぐらい、あの、すごい、はい、お返事が返ってきていまして、木をもっとこうしろとか、ここがいいとかっていうお声をたくさんいただいているので。なるほど、はい、まあ、そのお声をたくさん凝縮したのが、もう一つ一つこの工具袋っていう形になっています。まさにその現場のリアルな、そのお客様一つ一つの声が、はい、キヨさんの武器だと、はい、もういうことですよね。なっております、強みだと、はい、いや、すごい話が聞けました。ありがとうございます。ありがとうございます。はいはい、先ほどもね、冒頭でお話しましたが、やはりね、キヨさんといえばというところがあるんですけれど、こちらハーネスとラインヤードなんですが、まずちょっと皆さんこれ見て、業界初特許新技術ということで、ストレッチハーネス、藤田さんの方からちょっとあの説明していただきたいんですけど、はい、どういった特徴になってるんでしょう。普通あのハーネスってきっちり着ていただくと、はい、あの身動きがあまり取れなかったりとか、はい、すごく働きづらかったりとかっていうところがあると思うんですけれども、それをこの伸縮するものがここにあのお尻の部分であったり、太ももの部分についておりますので、はい、それがあると最後までしゃがんだりとか、まあ、なんなら自転車まで乗れるっていう、乗れるという、はい、なんですね。なるほど、はい、でなぜあのこの蛇腹にしたかって言いますと、もともと東京駅の改装の時にですね、あの職人さんをちょっとあの拝見させていただくと、結構あの歩きにくいから、ね、ダルダルで着られている方が多くて、で、まあ、あの私たちの方で直接ちょっとお話を伺った時に、やっぱり歩きにくいとか、動きにくい、働きにくいから膝下まで下ろして働いてるんだっていうふうにおっしゃってる方が結構大勢いらっしゃって、はい、でそれを見た時にあのせっかくかっこよく働いていただけてるのだから、はい、安全に働きやすくあのできないかっていうふうに考えて、私たちの方でぴったりあの装着していただいても動きやすいってものを作らせていただいた。なるほど、そしてここに、はい、その蛇腹を採用したということで。そうですね、はい、そうなんです。まあね、これね、論より証拠ですよ。まあ私がね、これちょっとあのかるってみますんで、はい、よろしいですか。はい、ぜひお願いします。はい、はい、お願いします。まあね、これ要はね、まあ、登場してちょっとしばらく経っているハーネスではあるんですが、私の方からちょっと軽く説明してよろしいですか。はい、お願いします、はい、これどういうことかというと、もともとね、まあ、ちょっと情報量がすごく多いんです、これだけでも。まずラインヤードの蛇腹です。はい、これね、蛇腹、まあ、今当たり前になりましたよ、このラインヤードですよ。蛇腹を最初にこの世に出されたのがキヨさんなんですよ、はい、業界で初めて、はい、そしてさらに面白いのがこれなんです。こういうところにもね、蛇腹機能を
取り込んでいるわけですよ。これ見て、これです。まずね、キヨさんのハーネス、まあこれフリーサイズとなってます。なので長さをね、バックル調整することによってある程度の大きさカバーできますんで、はい、フリーサイズということです。で、今そのサイズがどうなってるかわからないんですけれど、ちょっと着てみましょうか。はい、でこういうことですね。でこういうことですよ。よろしいですか。はい、はい、こうですね。そうです、はい。はい、はい、こういうことです。はい、でここでなんですけれど、先ほども藤田さんの方から説明がありましたが、ここにね、蛇腹を採用することによって、つまりどういうことかというと、こういうことです。この動きがよりスムーズになったということなんですよ。はい、で我々もともと関西でいうと日華、メーカーさんでいうと、だるまであったり、で七部であったり、関東に来るともう七部という言い方が多くなるんですけれど、こういうズボンを履かれていたじゃないですか。よりも今の時代はやっぱりストレッチの効いたこういった平ズボンであったりっていうのに皆さん職人さん移行されてますにはもうものすごくいいと思います。ただ七部とかになるとやっぱりここに蛇腹が入るんでね、ちょっとこの格好というのを気にされている職人さんもしいらっしゃるんであれば、ちょっと、イメージとは違うほど遠いところになるのかなと。ただですね、今のストレッチの効いたそのおしゃれな職人さんたちにはよりスマートに見えるのかなというふうに私は思っています。で先ほどまたね、藤田さんもおっしゃられてましたけど、水平レベルのここです、この太もものこのレベルがやっぱり下がる時に突っ張るんですね。でちょっと大きくされていると、七分に合わせて大きくされているとしゃがんだ時にここに来ているわけです。でやっぱりこう立ちきれなくて、マイツの目にこうこけてしまうということも懸念としてあったということです。それを解消されたのがこちらのこのハーネスですよ。はい、どうですか藤田さんじゃあそれで説明で大丈夫ですか。はい、まさにそうですね、はい、私誇張もしていないですからね、絵空事でもないですよ。はい、こういうことです。まあなんせはこれですよ。はい、いやこれはね面白いと思いますよ。まあちょっとね、しばらく登場からね経ってはいるんですけれど、まあもう一度ね見直されてもいいのかなと僕は思っています。はい、それでね皆さん、もう一つ追加補足としてさせてください。このレベルです、この水平ではなくてこのタイプですね、 V 字のタイプも実はね、キヨさんあって、はい、こちらになるんですけれど、なのでおそらくそのそうですね、ニッカ履かれたりダルマ履かれたり七分履かれている方はこのタイプであれば、まあまたねここもねよく動きますんでね、なので、こういったタイプもあるので、こちらもいかがですかということです。お見知りおきをということですね。はい、こちらもフリーサイズになっておりますんで、はい、はい、藤田さん、はい、次にですねやっぱり企業さんといえば特徴のあるこのランヤードですよ。そうですね、はい、やはりねまずこのランヤードの話をするにあたっては過去ですよ。もう相当前に、そうですね、まだ藤田さんとお年は分からないんですけど、まだ小さい頃かな、はい、子供の頃だったと思うんですけど、はい、いろんなねカラーのランヤードを企業さん出されてたの覚えてますか。はい、出させていただいておりました。あ、本当ですか、はい、覚えてもいますか。覚えてはないんです。あ、覚えてはないんですね、はい、ちょっと私が入社前のものなので。あ、そうなんですね、はい、それがですね、まあ、いろいろ面白くて、まあ、誕生するにあたっての秘話とかもいろいろ、まあ、ちょっと知ってたりもするんですけれど、何かその女性からの意見であったりというのを取り入れられて、はい、カラー展開されたと。あ、そうですね、まさに工事現場の方で、はい、女性の方からもっと可愛い色が欲しい、可愛い色が欲しい、はい、強くおっしゃっていただいて、はい、その時に担当の者がじゃあもっとカラフルなものを作ろうというところで、うんうん、あ、なるほど。いやでもね、実際藤田さん、そのカラーを出されたことによって、はい、もう皆さんやっぱりそこに一点集中しましたよ。キヨさんの名前がバツンと売れたのも僕はあの頃かなと思ってます。はい、ありがとうございます、はい、で実際この蛇腹もキヨさんが初めてその採用されたのももちろんそうなんですが、カラーもされてました。皆さんね、ここなんです、このフックです。これキヨさんのフック何がいいかって、はい、このちょっと形状を見てください。ちょっと変わった形状してますよね、してますよね。これっていうのはやっぱりこの握った時にそのまま、例えば4パー6であったり、もう単管パイプですよ、まあ、枠でもいいです、はい、かけやすい、そして外しやすい形状になってるんです。
このやっぱり握ってどこのまあねメーカーとは言いませんけれど、やっぱあるじゃないですか、こう握ってね叩き掛けをしないといけないとか、握ったままで4パー6のパイプに向いて、例えばかけるのにそのフックとのここのリーチが少ないもんで、最後までかかりにくい、手が干渉して、それがストレスだっていうフックありますよね。それをね解消されてるんですよ、このキヨさんのフック、はい、この形状ですよ。はい、はい、いや藤田さん、はい、これはね本当に皆さんもうちょっとね、もう藤田さんの方からですね、もっとバン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 こう配信してくださいよ。はい、はい、そうですね、そうですよ、はい、あの先ほどちょっとおっしゃっていただいたように、本当にここがあのすんなり軽く開くっていうところが本当に特徴でして、うんうんうん、はい、あの墜落事故がいつ起きるかっていうふうに、あの調べますと、よく外すとき、つけるときではなくて外すときに起こるっていうところがあったので、うんうん、あのここの間口を広くで、かつここが手にフィットする形にしてまして、うん、金属であまりここ の, あの形を、はい、手の指に合う形状にしてる企業ってあんまりなくて、ええ、ちょっと難しいんですけど、その部分やらせていただいてるっていうところと、うん、あと女性の職人さん、私ぐらいの手でも簡単に持ってスッと開けるっていうところを、やらせていただいてるので、あ、なるほど、はい、いや本当にこれを形はすごいいいもんだと思います。はいはいはい、唯一無二の形されてますよね。そうですね、はい、グッドデザイン賞の金賞も頂戴しております。え、何賞ですか？グッドデザイン賞の金賞、グッドデザイン賞金賞、はい、え、そういうのも受賞されてるんですか？そうなんです。え、このフックが、はい、このフック単体で、嘘でしょ？あ、本当に、はい、え、それは知らなかった。ありがとうございます。え、本当に、はい、そうなんだ。ですって皆さん、金賞です。はい。あ、そう。で、この蛇腹、どういう時にその蛇腹というのが、あ、そうですね。はい、あの昔結構あのリール式であったりとか、ロープ式いろいろあったと思うんですけど、やっぱ絡まったりとか、はい、あの収納しにくかったり、重かったり、リール式特に重かったりっていうところがあったと思うんですけど、はい、絡まらなくて軽いものっていうところでいろいろ考えた結果、はい、あの弊社の女性 の, あの社員がですね、はい、あの髪の毛を結ぶシュシュとかってあのあると思うんですけど、シュシュ、あの、はい、まさにあのシュシュですか？よく手首とかにこう使ったやつを、こういう感じの、あ、はいはいはい、シュシュ、はい、これで髪をあの女性はよく結ぶ、ね、それがヒントで、まさに、はい、本当ですか？あの着想を得てこれができたっていう、そうなんだ、はい、これだと絡まらない、いじれないで、なんか女性目線から生まれてくるものって意外となんかこうあるんですね。そうですね。いや多分これ男だとそこの発想は多分なかったかも、まあ、出たとしても、はい、まだこの世には出てないのかもわからなかったですよ。はい、はあ、そうなんだ、シュシュですって、はい、面白い。はい、キヨさん、本日はですね、はい、共振用名称の撮影にご協力いただき本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございます。はい、視聴者の皆さんに、はい、キヨさんの方から何か熱いメッセージであったり、はい、何か告知もしくは PR などあればいただきたいんですけど、はい、よろしいでしょうか？はい、はい、お願いします。はい、ちょっと全般お話しさせていただいたように、はい、弊社も最初飛び職人様、たくさん あの職人様から育ててきていただいた会社になります。はい、でですね、今弊社の方ですと女性の社員が結構多くなってきておりまして、あの男性の職人さんの声だけではなくて、あの女性の職人さんのお声を、はい、たくさん頂戴する機会があります。それはいい。はい、でちょっと今回最後お話ししたいのが、はいはい、あの女性用のハーネスをあの弊社の方で5、6年前からあの作らせていただいておりまして、はい、で今まで女性のフルハーネスって男性用のものを小さくしたか、うんうん、カラーリングを変えただけっていうものが多かったんですけれども、それを女性の声を聞いて女性独自のお悩みってところにもきっちりフォーカスした形で、働きやすく、あと可愛いっていうところも、うん、なるほど、製品作りもさせていただいている部分になります。今まさにこちらのハーネスもそうですよね。はい、あ、そうですね、そういう、あ、なるほど、カラー展開とかすごいすごい、はい、あったりしますので、うん、これって今もうすでに発売はされています。はい、昨年度ぐらいから、はい、発売させていただいてます。なるほど。であの販売されている場所としましては、はい、いろんな販売店さんにも扱ってはいただいているんですけれども、はい、結構どこにあるかちょっとまちまちになってしまうので、もし探されている際は、うん、弊社のホームページだったりとか、なるほど、はい、気軽にいただければと思います。わかりました。そしたらですね、はい、この藤田さん動画の、まあ、説明欄概要欄の方にも、はい、キヨさんの詳細をお出ししておきますので、はい、そこから、飛べるようにしておきます。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、それではね、皆さん、また次回もキヨさんでお会いしましょう。ご安全に。ご安全に。